石黒寛一郎石黒寛一郎大正を6年10月2日は日本の衆議院議員、弁護士、教育者、単語国家佐群舞鶴出身、単語田辺藩主の家に生まれ、藩公名林間に学んだ後、大阪平学寮に入った。その後、法律を学び、1876年に代言規則が発布されると、免許を得て代言人となった。土曜日 大阪で開業した後、1879年に岡山に移住した。1882年に山陽自由党を結成して自由民権を唱え、1885年には大阪事件の被告の弁護に当たった。その後、大道団結運動が起きると積極的に参加して岡山に大道クラブを組織した。1888年、 井上ルの条約改正交渉に反対する、ボアソナードの意見書を秘密出版した容疑で、星通ると共に禁錮1年の判決を受けたが、翌年の第2本帝国憲法発布の恩赦で、釈放された。岡山市会議員を経て、1898年の第6回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、4回の当選を重ねた。他に、 岡山商業会議所特別会員を務め、1886年には、山陽英和女学校を創設した。ありがとうございます。